でも、ペプシの化粧回し、なんか、500万で売ってくれって言われてさ、化粧回しを、うん。いや、ファンっていうか、なんか、コレクターから、うん。売りたくてしょうがなくて、500万で買ってくれんのみたいなとこで、ラッキーみたいなとこで、でも、まださ、さ、講演会でいるわけよ、ペプシが。ペプシの回しとか、うちの師匠すごい厳しかった方なんで、うん、そういうこう、企業とかの、ロゴみたいなやつを化粧回しにして出すのはダメだっていう方だった。だから若田もそういうのはなかったです。力石だけはペプシをつけてたんで。でも師匠、いやもうそれはできちゃったものだったから、でも師匠は、うーんって、それこそ苦虫を噛みつぶしたよ。なんか、もうそろそろいいだろうとか、もうそろそろいい、もう化粧回し出るだけ出たろうみたいな。ほんで、でね、やっぱ NHK だけあるから、だから俺がこう、ペプシの化粧回しをつけるでしょ。つけると、みんなこう、化粧回しのとこバーって映すんだけど、俺のとこだけは、もう、ぐーっと縮めて顔だけしか映るんですよ。